ケーブルテレビウインクにいつも届けられる楽々のお弁当。この楽々のパッケージ、手作り感のある可愛い絵ですよね。ある時お弁当を見ていてふと気づいたのです。このパッケージ一つ一つ配色が違う。もしかして色鉛筆で一つ一つ着色してる？試しに消しゴムでこすってみたら、やっぱり薄くなった。これは一つ一つ色を塗っているんだ。このことをきっかけに楽々に興味が湧き、取材させてもらうことになりました。ここは中央7丁目の宅配弁当楽々の事業所。今日から楽々の就業の様子に密着取材です。朝8時15分、働く人が続々やってきます。何やらゆったりとして朗らかな雰囲気。この宅配弁当楽楽は、障害のある人も地域で生き生きと働ける場所をという願いから生まれたお弁当屋さんです。いつも笑顔のみどりさんが出社。手を叩いてやる気満々。楽楽の皆さんは衛生面には特に注意を払っています。皆さん自覚を持って対応していますね。施設長望月さんの合図で朝礼です。はい、おはようございます。どうしたの？あれ、どうしたの？カメラがいるからどうしたんですか？緊張してんだね。ということで今日ね、ケーブルテレビさんね、はい、皆さんのね、働いてる姿を撮りたいということで、ね、カメラで今日ずっと一日撮っていただきますので、ね、で中央ロードローテーション高橋由紀さん、これなんて読むんですか？鍋好き。もうちょっと丁寧に書いてもらえますか？ナスとピーマンの鍋シリーが高橋さんと節松さんと新井くん、焼き魚が江畑さんと奈美さんと水野さん、なんか字がさ、なんかプラプラ打ちになってるじゃないですか。ふにゃふにゃになって、これはニシンって書いてあるよ。昨日お手紙見ましたか？はい、10日ね。いつも運動してる公園、ゴミ拾いした後、スイカ割り大会やりますんで、いいですか？はい。ちなみにスイカ割りやったことある人手を挙げて。ありません。お、水野さんしかいないんだ。スイカ割りあるの？あ、なんでじゃ、ある人っていう時に手を挙げない。やったことある。スイカ食べたのはね、それは誰でも食べた。スイカ割りしたことないんだ、ほとんど。いや、楽しみだ。はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。どうじゃ、まだやってないのか。残念ながら取材はいけなかったのですが、スイカ割り大会楽しそうですね。楽楽では曜日ごとに担当が分かれます。お弁当を作る厨房班と、お弁当の包み紙の製作や手工芸品の製作を行う室内班に分かれます。その室内班がまず行うこと、これがユニークなんです。皆さん外に出てきました。
行き着く先は近所の公園、土橋公園です。そうです。まず最初に行うことはラジオ体操。それぞれできる範囲で体操を行います。お次は土橋公園の周りをランニングです。こちらはのんびりグループかな。室内班の作業は主に机に向かったままの作業なので、体の全体を動かす運動を行っているとのこと。終わったのでみんなで事業所に戻ります。こちらは厨房班。各担当に分かれて作業を行います。立派なナスですね。はい、これ立派なナスですね。ラッテよ。新井さんがナスの切り方を教えてもらっています。ここも乱切りしていくの。そうそう、いいよ。ちょうどそしたらまたひっくり返って表を出して、切ったところを表面出して、そうそうそう。じゃあお願いします。難しい切り方ですね。慣れた手つきで豚肉を炒めます。一丁上がり。無代さんが即席漬け用のキュウリの切り方を教わっています。薄いよ、ちょっともうちょっとこれ切れないですね。そうですよ。お弁当は熱を持ったままだと傷みやすくなるので、熱を冷ましてあげることが大切とのこと。このような手間もかかっているのですね。新井さんの切ったナスがザルいっぱいになりました。先ほど切ったきゅうりを浅漬けしたので絞ります。しっかりぎゅっと絞ることが大事。ぎゅっとぎゅっとぎゅっと。こちらは室内班。お弁当を包むナフキンのアイロンがけを行っています。こちらは包み紙の色塗りです。やっぱり一つ一つ色鉛筆で塗っていたんですね。こちらは箸袋。
毎月の献立表も色塗りが行われています。黙々と集中して行っています。楽々ではお弁当の形態が2つあり、このパッケージを包む紙のある使い捨てタイプとお室に入ったタイプのお弁当があります。お弁当も仕上がりに近づいています。ご飯を丁寧にならしています。真ん中に梅干しを入れてご飯の完成。お弁当作って楽しいですか？はい、楽しいです。ムダイさんが盛り付けのアピール。ムダイさんはいつも元気いっぱいです。みんなそれぞれ自分の役割を把握し、手際よく作業を行っています。特に何の指示をしなくてもやるべきことを理解しているので、必要な作業の場所へおのずと進んで行います。おかずの出来上がり、美味しそうですね。ご飯持ってってよ、早く。望月さんとムダイさんはいつも突っ込み合っています。とても仲がいいんです。あ、高橋さん、高橋さん、はい、江端さん、ゆうきさんがナフキンを力いっぱいに結びます。これなら崩れないでしょう。はい、A コースできました。あ、これで、すいません、 B コース OK です。はい、はい、ちょっと C です。すべて包み終わり、配達です。あ、これが配達です。頑張ってください。はい、ありがとうございます。積み込みが終わり、3台の車でそれぞれの担当地区を手分けして配達です。1台の車には運転手1名と助手2名の構成で配達をします。楽々号出発です。
配達担当以外の厨房班は残りの作業です。ついにここで包み紙が巻かれます。おやすみなさい。特製箸袋に入った箸もつきました。近隣の配達場所は歩いて配達します。みどりさん、かとりさん、職員さんの3人で配達に行きます。ケーブルテレビウィンクに配達しに来てくれました。今日もいただきます。どこ？わかんない。バイバイ。ほら、天気だよ。天気雨になる。ブルーミクになって。アテンションプリーズ。アテンションプリーズ。すごいな。アテンションプリーズ。はい。はい、ただいまーす。さあ、ただいまー。一方、こちらは、わらび市民会館。楽楽では、月の第1火曜日にわらび市民会館、第3火曜日にわらび市役所仮設庁舎でお弁当を販売しています。この日の担当は、水野さんと無代さんに職員さん。準備も整ったので、あとはお客さんに来てもらうだけ。無代さん、呼び声お願いします。始めた途端に一人目のお客さん。はい、はい、はい、なかなか次のお客さんが来ないな。この日は市役所に来られる人が少ないようです。お弁当いかがですか？なか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 。お昼ご飯にいかがですか？なかなか。お弁当いかがですか？今日は焼き魚にチリコンパンです。よかった、買ってもらえた。ありがとうございます。その後も順調に売れていきます。はい。残るは一つ。はい、最後の一つも売れ、すべて完売です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これで終わりました。今終わりました。ああ、よかったです。ゆいさんもお母さんが今来て。お疲れ様でした。こちらは事業所。まかないまでの時間、それぞれの作業を行います。ありがとう。はい、今日お母さんのお誕生日です。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。お母さん何歳か知ってる？46歳です。あ、46歳ですか。うん、いいですね。ほら、あるの。
かないよ。アルミホイルも。あ、アルミホイルもね。池袋大好きで、はい、お姉さんもかっこいいと思います。あ、本当ですか。はい、そんなことないですよ。はい、マスクしてるからだ。分かってます。マスク取るとね、マスクしても大丈夫です。マスク取るとがっかりします。大丈夫です。配送が終わり、配送担当が帰ってきました。残った室内班のメンバーは率先して回収したお弁当の片付けを行います。持ってって。暑かったですか。はい、暑かった。まかないを用意しています。痛い、痛い、そこやね。分かった、これ分かった。ゆきさんは手際もいいし、器用だし、ほら、褒められてますよ。もう名前も覚えられてますね。ゆきさん、はい、頑張って。こぼさない、うん、ちょっと柔らかいから気をつけて。緊張させて不適切な気持ちだから。当日ね。こちらがまかないです。鶏の唐揚げとサラダ。おいしそう。じゃあ誰だっけ。今日誰。はい、じゃあどうぞ。いただきます。食べよう。はい、食べてください。ごちそうなんですね。おいしい。おいしいですか。はい。あ、いいですね。毎日こんな美味しそうなの食べてるんですかね。うん、まかないも終わり、食後の休憩です。やったー、やった。見せて。あらら、その人が好きなんだ。こちらはカードゲーム。ゆうきさんのカードさばきが見事すぎます。施設長、望月さんにお話を伺いました。宅配弁当らくらくはいつ設立され、どのような経緯で生まれたのですか。まず、1995年の6月に、うちの明日の会という会をスタートさせました。で、明日の会の設立者、前所長、尾崎節子さんが特別支援学校の教員時代に、彼らが学校を卒業してからのことを考えて、生徒の実習の付き添いの時に、クッキーを作っている作業所に、作業所で利用者が楽しそうにクッキーを作っているのを見て、こんな作業所を作りたいというのが、きっかけだったそうです。で、いろいろな施設を見学に行って、で、たまたま、東村山市のお弁当クラブという、作業所に行って、日替わり弁当を作って配達をしているという彼らの利用者さんの姿を見て、これだと思って、楽々、今の楽々を作ったそうです。で、楽々を作るまでに、4年かかって、1999年の秋に宅配弁当楽々を、障害を持つ親御さんと一緒に設立し、スタートさせたそうです。で、最初はワンコインの500円から始めて、そこの中山道の商店街の方、あと市役所、
病院の方々など様々な方から、お弁当の注文を取っていただいたそうです。2001年、6人の障害者を揃えて地域デイケア施設として認可されて、でそこで職員の、雇用もでき、作業所として運営できるようになったそうです。でそして2006年の障害者自立支援法が施行され、デイケア施設は新しい形態に移行するようとの通達があり、就労継続支援 B 型を選び、それに向けて準備を始め、そして2010年の3月、この今の現在ここちこちらの中央7丁目の場所に引っ越して、団体も NPO 法人として認可をもらって、そして B 型の施設として新たにスタートを切って、今現在があります。宅配弁当楽楽のお名前の由来を教えてください。名前の由来はですね、まず、作っている障害者の方々、うちの商員たちが楽しく働き、お弁当を待っているお客さんが楽しみにしているという漢字で楽というんですけど、その2つの楽と楽で楽楽と名付けたそうです。毎日何食くらいのお弁当を作られているのですか？今だいたい平均で約90食作らせていただいてます。調理長にもお話を伺いました。お弁当のメニューはどのように作成されているのですか？手作りを基本に野菜中心のメニュー、ヘルシーメニューを心がけて、私が月1で下書きを作っております。それで4人ぐらいでメニュー会議をやってるんですけれども、その場でみんなの意見を聞き作り直しております。お弁当作りにはどのような点に力を入れていますか？買い物は、前日に必ずするようにして、手作りを基本に野菜中心のメニュー、ヘルシーメニューに心がけております。午後からの作業です。鎌田さんが次の日のメニューを書いています。こちらもお弁当メニュー、メッセージ付きです。刺し子の作成です。何やら愉快な音楽が流れています。 DJ ひろやさん選曲のナンバーが事業所に流れます。なんでこの歌なんだよ、なんでこの歌なんだよ。田村さんが集中して針に糸を通します。お見事。以前はイベント等でこの刺し子製品を販売していたのですが、現在コロナ禍のため販売する機会が減ったそうです。コロナ収束後、これらの刺し子製品の販売がまた行われるでしょう。午後から出勤の白岩さん。じっくりとした色塗りです。わあ。はい。これ。わあいい。厨房では大掃除です。これは柔らかいから体がね。みんなで一斉に床をこすります。ぶつかっちゃうね。カーリングになっちゃう。カーリング。
細かいところも徹底的にきれいにします。ここまで隅から隅に掃除すれば衛生面はバッチリです。室内作業スペースもお掃除です。無題さん報告しています。大量のナフキンですね。一枚一枚根気強く畳んでいきます。この日はなんとお給料日。一人一人に施設長から給料明細が手渡しされます。お給料で何を買うのでしょうか。イケメンのダッチ。イケメンのダッチ。いろいろです。鎌田さんはいつもお給料でケーキを家族分買われるらしいです。今日もお仕事お疲れ様でした。ゆいさんのお母様がいらっしゃったのでお話を伺いました。ここに通われるなんかきっかけとかあったんですか。先輩が通ってるので、先輩がみどりさんとかが見学に来させていただいて、で合ってるかもしれないなと思って実習に来させていただいて、本人がもうすごい喜んで、もうなんか最初からいる人みたいに馴染んじゃってたんで、まあ仕事の内容も最初はダウン症の子だから内職みたいな仕事が合ってるのかなって思ってたんですけど、意外と飽きるんですよね、疲れたって。でもここは結果がすぐ見えたりするんで、すごくなんか毎日張り切ってきてて、一つ一つできることが増えるのも嬉しくてしょうがないみたいな。気をつけてね。さよなら、ありがとう、またね、みたいですね。やっぱり毎日張り合いが持てるのが一番。ここってお弁当作ってお客さんにすぐ届けに行ってっていう、結果がすぐ見えるお仕事で、もうそれが実習の時から楽しくて、配達が一番楽しいって言ってたぐらいなんで。配達が結構好きなんですか。好きですね。いつも天気予報チェックして、雨だからカッパ着てかなきゃとか、雨じゃなくてよかったとかっていうのはよく言ってますね。最後に望月さんに伺いました。職場は笑顔が絶えない感じですが、楽しい職場作りのための工夫や心がけなどあるのですか。工夫という工夫は特にはしてません。楽々のもっと楽しく働くっていうのを心がけて、彼らたちの行動に合わせて環境づくりをしております。そしてここは職場でもあるので、彼らが誇りを持って仕事に取り組めるような支援指導も行っております。皆さんがやっぱ盛り上げてるっていうのがすごく盛り上げてるのか一緒に遊んでるのか分かんないんですけどすごくなんか伝わってきますけどね。ありがとうございます、うん、まあ、うん、皆さんお声掛けしながらこう、この会話のキャッチボールをちゃんと、まあ、指導するときはね、ここは職場なんだからって怒るんですけど、だけどなんだろう、やっぱり、まあ、楽しく働くってなると、やっぱこっちも楽しく、楽しくないとやっぱりね、楽しめないじゃないですか、相手も。なのでまあ一緒に遊ばせてもらってるというか、はい、遊ばれてるというか、はい、そういう感じで、はい、やってます、はい。社員の皆さんは仕事に対してどのように考えているかご存知ですか。実際、仕事どう思ってるっていうことは聞いたことは、まあ、ないんですけども、まあ、僕たちと同じく社会人として、まあ、僕たち以上に楽々の仕事に対して自信を持って生きがいとして仕事をしていると、僕は日々毎日彼らと接していて感じてます。すごいなんか真面目ですよね、皆さんね。
真面目、そうですね、真面目ですね、本当に下向きですよね。そうですね、はい、僕ら以上に仕事に対してすごく仕事が好きですね、はい、それが一番なのかなっていうのが感じますけど。お掃除も皆さんすごく一生懸命でした。掃除ってね、はっきり言って人が皆さんね嫌がる仕事ですけど、だけどなんか嫌がるとかなんていうんですかね、あんまり仕事に対して好き嫌いというか、まあこだわりでねやりたくないとかやりたいとかっていうのはあるかもしれないですけど、なんか汚いなんていうんですかね、そういう子は少ないですよね。まあ中にはねやっぱりどうしても手汚れるのが嫌だとかっていうのでいますけどね、でも基本みんなやるよって言ったらきちんと最後までやり遂げてくれてます、はい、その姿勢は本当見習わなきゃなと思います、ね、署員の皆さんと今後どのような関わりをしていきたいという抱負などございますか。彼らへのまず抱負なんですけども、楽々で働いていることにまず自信を持てる支援を我々はしていきたいと考えております。で、働いて給料をもらって好きなものを買ったり貯金したりと生活に楽しみという色がつくような支援をしていきたいと思います。で、笑いが多い笑顔が多い生活が送れるように関わっていきたいなと思ってます。地域に対してどのように関わっていきたいとお考えでしょうか。地域の皆さんにまず彼らがここで生活を皆さんと同じ生活をしてるっていうことを地域の皆さんにまず知ってもらいたいということで、彼らも普通に働いて、で週末は出かけたりと我々と同じ生活をしてるということを蕨に住む皆さんに楽々に通ってお金を稼いでっていうみんなと我々と同じような生活をしてるっていうことを知っていただきたいと思っております。今はもう本当コロナでずっとできておりませんが、お祭り等の参加で地域の皆さんと関わって彼らの存在を少しでも多くの皆さんに知ってもらえるように、今後も地域参加の方積極的に参加していきたいと思っております。楽しく働き笑顔が絶えない楽々の皆さん、今日も一生懸命お弁当を作っています。利用者は今日も楽々のお弁当を楽しみに待っています。